伊藤一等斎との戦いを経て、いくつもの里を経て、ところが何気なく足を踏む、何やら他の土地とは違う。この土地こそが音に聞こ、それを知る由もない宗次のもと、今密かに。ただ迷い込んできたのなら、その過ちを呪え、企み合ってきたのなら、それが叶わぬ不運を嘆け。
後悔しても遅いですよ。残るはあなただけですよ。よもや新選組とはな。天下の柳生とやり合うつもりはなかったのですが、仕方ありませんね。新選組一番隊組長、沖田総司。潔い男だ。柳生十兵衛光吉、相手になろう。あなたもやりますね。